こんにちは、しんすけです。今日はですね、ポリアミンっていうものについてのお話をしていこうかなと思ってます。ポリアミンってですね、実はあんまり新しいものではないんです。新しい発見があるものっていうよりかは、もう17年、18年とか、まあ20年近く前からも言われているものにはなります。抗酸化をしてくれたりとか、抗炎症をしてくれたりとか、まあ簡単に言ったらこう酸化しにくくなると、あとは炎症化を、もうすごく炎症がね、バンバンバン増えるっていうのを防いでくれたりとか、そういうことをしてくれるものだっていうふうに捉えてもらえればいいと思ってます。で、じゃあこれがなんでアンチエイジングとか抗老化とか加齢ストップとかそういうものにこう関係してくるのかっていうとですね、実はこのポリアミンっていうものが多い人がやっぱりこう長寿だったりするっていう研究の結果が出てるんですね。で、どういうことかっていうと、これはある一つの、ね、データなんですけども、30代から50代の人のポリアミンと60代から80代の人のポリアミンを比べると、明らかにやっぱり30代から50代の人たちのこのポリアミンの量が多かったっていうのが分かってるんですね。で、今度、それはね、なんか若い人が多いっていうのはなんとなく分かるとは思うんですけども、今度90代から100代ですね、90代から100代の人のポリアミンを見ると、さっき言った60代から80代の人よりも多かったっていうことなんです。つまり90以上の人たちのポリアミンっていうのは60から80の人たちに比べたら多い、長寿の人の方が量が多いっていうのが、推測としてですね、上がっています。で、これを考えるとですね、やっぱポリアミンの量っていうのは年齢に伴ってどんどんこうね、なくなってしまう、作られなくなってしまうっていうのが事実としてあるので、それがきちんとできている、それがちゃんと、細胞からね、こう作られているっていうことがあれば、やっぱり若々しく健康で長生きできるという可能性が高いんじゃないかっていうことを言われているわけです。じゃあ、このポリアミンっていうのはですね、どうやったらいいのか、どういうふうにね、取ればいいのかっていうところのお話をしていこうと思うんですけども、簡単に言ったらですね、食べ物からも取ることができるんですね。食べ物を取ることによって、このポリアミンっていうのを維持することができるんです。じゃあ、どういうものがあるのかっていう食べ物でですね、どういうものを食べたらいいのかっていうところで、いくつかあるんです。チーズだったりとか、あとは椎茸だったりとか、あとは魚卵ですね。魚の卵ですね、イクラだったりとか数の子だったりとか、あそこら辺ですね、ああいうものにもね、含まれてるって言われてます。あと大豆とかですね、も含まれてるっていうふうに言われたりしてます。なので、そういうものをね、積極的に摂ると体の中のポリアミンの血液濃度ですね、血中濃度が上がるよっていうふうには言われてます。で、このポリアミンの特徴なんですけども、実は食べてもすぐに、小腸で、吸収されてしまうっていうのがね、特徴としてあります。なので、なるべくポリアミンっていうのを大腸にね、とどめるっていうことをした方がいいよっていうふうに言われてるんですけども、なかなか食べ物ではね、大腸にとどめるっていうことが難しいっていうふうに言われてます。ただ、大腸にとどめるっていうのはですね、基本的にこう食べ物を食べたら胃で、胃酸でこうガーッとね、簡単に言ったらミキサーみたいな感じでぐちゃぐちゃにされて、で、小腸に行って、小腸で吸収をされてしまって、淡々と終わりと。で、不要なものが大腸で便になってみたいな感じですよね。そういうふうな流れなんですけども、基本的にその小腸で吸収されてしまうんで、大腸にね、とどめることはできないと。それによって、やっぱり取り続けないといけないというのはデメリットだよねとは言われてますけども、さっき言ったみたいに、椎茸だったり、チーズだったり、大豆だったりとか、あとは魚卵だったりとか、そういうものっていうのは、なかなかこう、基本的にはね、取りづらいのかなと。で、毎日取るようなものでもないですし、意識してチーズを毎日1個ずつ食べるとかね、そういうことをしない限りちょっと難しいのかなっていうふうには言われてます。ただ、やっぱり、長寿として、健康として、加齢ストップの考えとして、やっぱり取っていくものってすごく重要だったりするんですよね。腸内環境を整える上でもすごく重要だっていうふうにも言われたりしてますので、そういうことを考えたときにです。考えたときに、やっぱり取っていった方がいいのかなと。そして、一番ね、マックスでやっぱりいいっていうか、食べて、すごくこう体のね、中で、血中の中にこうポリアミンがすごいこう溜まってるっていう言い方おかしいかもしれないんですけど、しっかりと体の中に入ってると、吸収されてるっていうことができる食べ物が、実は納豆って言われてます。これもですね、実は、10年前とかね、もう12、3年前とかから言われてますけども、もう一度ね、こう、納豆の凄さっていうか、
ちょっと意識してもらえればいいかなと思ってます。で、その納豆を食べることによって、まあ、ずっとね、毎日食べ続けることによってっていうことなんですけども、そうすることによって血中濃度がね、ずっと、保たれるよっていうことも言われてますので、ぜひね、まあ、納豆はね、嫌いっていう人は、まあ、チーズとかね、そこら辺でも、まあ、チーズもね、嫌いっていう人いるかもしれないんですけど、まあ、そうやってね、発酵食品っていうのは結構入ってたりしますので、そういうものもね、意識して取ってもらえればいいかなと思ってます。僕の場合はこうやって短時間で、まあ、健康の情報だったりとか医学の情報だったり学会の情報だったりとか、まあ、今回みたいに新しくはないんだけども、もう一回ね、振り返って、健康のことを考えてもらいたいなと思った内容だったりとか、あとはね、病院の裏側だったりとか、まあ、サプリとかそういうものの裏側だったりとかですね、マーケットの裏側だったりとか、そういうものを、お話をしてます。まあ、ぜひ、短い動画ですので、よかったらチャンネル登録と、あと、高評価お願いします。それでは、今日はここまで。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。